皆さんこんにちは、スプレアートでのべろちゃんです。この動画でね、ちょっと私の日本語能力チャレンジしたいと思います。なぜならちょっと本当に少しでも多分私の日本語は上達、ちょっと上手になってるかもしれないネットでね、いろんなクイズとか質問を探してみて、その質問読めるかどうか、答えられるかどうか、説明できるかどうか、そしたら皆さんわかるかどうか。ここね、見てる通りになんかイエス、可能では答えられない70の質問、あなたならどう答えるのか、そこまで多分読める。亡くなったミュージシャンを一人だけ、何それ生き返らせられるかな、なら誰を選ぶ、どうして、ここですよ、読めない。でももしかしたら質問は生き返らせる、もしそういう質問だったらクルト・コベイン、コベイン、みんなわかるかな、ニルバーナのシンガー、音楽が好きだから。じゃあ2番目、あなたにとって男らしさって何、強さだけど、なんか体じゃなくて、なんか信用できる人ね、安全とか感じる。その後、あーこれはなんとかわかる、味覚、触覚、触覚、嗅覚、わかんないけど、まあそれは触るやつとかあれね、ちょっとどうやって読むのか覚えてないけど、漢字ちょっと覚えてる、もし間違ってたらすいません。まあ、一つだけで生きるならどれを選ぶ、味覚、見るだけ、それは大事だと思います。なぜなら聞こえなくても味とかね、まあ分からなくても見てイメージできたら、なんか想像できる、頭の中でどんな味するのか、美味しいとか、柔らかいとか、もう全部多分頭の中でイメージができるから、それを選ぶね。4番、本、テレビ、映画の世界で生きられるならどんな作品の世界に住みたい。多分本、なんか映画とかだったら明確にイメージができるでしょ。でも本だったら、まあ個人的に人それぞれのイメージが作れる。5番、どんな、それは全然読めないです、もう本当に全く読めない、スキップ、パス。6番、自分はどの動物に近いと思う、どういうこと、多分怠け者、なぜなら寝るのが大好きです。7番、5年後はどうなってる、今みたいな感じでやってることをやって生きてると思う、好きなことをやって楽しんで生きてると思います。8番、あなたにとってカスクって何、世界の柱だと思います、一番大事なことだと思います、なぜなら愛とか許すこととか楽しいこととかも全部習うと思います。9番、あと漢字が読めないけど、もしかしたら永遠の漢字かもしれない、永遠に生きられるなら何をして過ごす、それか、それ違うかもしれない、まあパス。10番、10億円持てたらどうする、多分アニメの会社を作ります、アニメか漫画の会社を作ります。11番、なんでそのわかりません、パス。12番、もし、自分がなんか進撃の巨人の巨人と漢字が似てるけど、巨人だったらおかしいだと思うよね、ちょっと読めないからパス。13番、あなたが死んだ後、どんな人だったと周りの人に思い出されたい、何でもいいと思います、結局はもう死んでるし。14番、どこにでも行けるならどこを旅したい、多分月に行きたいです、月。15番、読めないけどもしかしたら、まあ別々で漢字が読める、もしかしたらなんか船に乗って、その大雨で船がパーッ壊れて、海で誰も住んでない島までにクシュクシュ流される、もしそうだとしたら1つ目、ライター、2つ目、ナイフ、でかいナイフ、3つ目は携帯、
どこでも行っても携帯がつながる、なんかサテライトの携帯電話。16番パス。17番、小さい時の夢はかっこいい日本人と結婚したいって思ったからもう叶えた。18番、それもパス。19番、人生最大の読めないパス。20番、一番の体験って何、パスします。あ、待って、ということで皆さんどう思いましたか。私の日本はまだ全然だと思いますが、少しでも最初と比べると今はどうですかね、わからない。もうちょっと頑張っていきたいと思います。漢字もちょっと勉強してますから、1年後またチャレンジをします。ということで、みんな面白いと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。